はい、皆さん、こんにちは。アジアの今回ね、ブラウンです。ブラウン。焦げ茶のシャツを着ておりますということで、このね、焦げ茶のシャツもですね、なかなか着る機会なくてですね、もしかしたら、私のこのね、茶色のシャツ初めてという方もおられるかもしれません。過去においてもね、まだ2、3回ぐらいしか着てないんですよね。なかなかね、これ着る機会がなくてですね。でね、前のちょっと動画でもお話ししましたけども、実はね、この動画月曜日の朝に撮ってるんですが、本日これからね、ちょっとね、荷物をまとめて、また久しぶりにですね、日本に一時帰国で、これから空港に向かおうっていうね、その直前なんですね。なのでね、まあ日本に帰るとですね、こんなようなね、半袖を着る機会が全くなくなりますので、それを考えるとね、今のうちに、じゃあこれね、茶色で撮ろうかな、みたいな感じで撮ってるんですけどね。まあどうでもいいんですけど、みたいなことで、これからね、ちょっと空港に向かいます、みたいな感じなんだけどね。まあちょっとね、流行り病もだいぶですね、この私が住んでいるタイなんかは収束しておりますというような中でね、おそらくね、空港に行ったらかなりの人がいるんじゃないかな。まあ今日月曜日なんでね、週末に比べれば人は少ないと思うんですけども、特にね、最近ね、まあウクライナの影響もあってですね、ロシア人の観光客の方が大挙してですね、タイに押し寄せております。まあ、タイというこの国はね、観光で非常に有名で人気がある国というようなことはね、皆さんもご存知かと思いますけども、それに伴ってですね、ウクライナ問題があってですね、まあ、ある程度お金を持っているようなロシア人の方が、それこそですね、まあ、バンコクもしかりなんですけど、それ以上に例えばね、観光地で非常に有名な綺麗な海があるですね、プーケット等に押し寄せてるんですよね。故にね、今現在ね、プーケットのね、ホテルなんかものすごく高いんですよ。というようなね、ことも起きております。まあ、そんな感じでね、本日ちょっとね、空港に行った時もどんな感じなのかなということで、なんか異変があるようだったら、ちょっとね、動画でも撮ろうかな、みたいなことも考えております。はい、ということで、ちょっとね、相変わらず前置き長くなっておりますが、今回の話題なんですが、まあ、先日ね、行われたですね、まあ、天皇陛下がですね、63歳のお誕生日をお迎えになりましたというようなことで、例のね、天皇陛下のお誕生日に関わる、まあ、記者会見だとか、もしくはですね、当日の、そのね、一般参賀の模様だとかっていうようなことがね、非常に大きな注目を集めましたよね。という中でですね、今回の話はですね、この天皇陛下がそのお誕生日のね、ご会見においてですね、果たして、例のニューヨークですね、ニューヨークのトンズラ夫妻に関して、この、天皇陛下が、昨年もしくは一昨年のようにですね、何かご発言されるかっていうことに関して注目が集まっていましたというようなことに関してですね、今朝方ちょっと早く出てたんですけど、デイリー新潮が記事を出しておりました。でね、まあね、ちょっと過去のことではありますけども、なんかね、この新潮の記者の方がね、言われている、まああくまでもちょっと創造的な話をね、書かれているんですけど、中にはね、やっぱり、そうだよねっていうふうに思えることも結構あったんですね。なので皆さんとちょっとね、また情報を共有させてもらって、やっぱりね、エヌメ家のね、この責任っていうのはね、非常に重いような気がするんですね。というようなことをお話ししたいなという感じです。で、記事の内容、いつものごとくなんですが、こんな感じでちょっとね、簡単にまとめております。はい。でですね、この新潮の記事なんですけど、タイトルがね、この一番上の赤字で書いてある通り、天皇陛下がKK夫妻に関し、このね、お誕生日の会見で触れなかった背景、どういった背景があるんですかっていうことに関してね、記事は述べてるんですけども、その中でそのね、過去の、例えば昨年の会見、もしくは一昨年の会見どうだったかとかね、もしくはですね、恵美子さんが以前の文書でしたためたような、ご自身の気持ちだとかね、そういったようなことを具体的に、まあ思い起こすかのごとくですね、記事の中で書かれております。で、例えばね、最初に書いてある通り、これ2020年だったですかね。21年になってたかな。恵美子さんがね、ご自身のお気持ちを公表するためにということで、当然ですね、当時からもうその結婚何なんだってことで国民の大半がですね、疑問を呈していた。なおかつ国民の多くの方がですね、反対していたっていう中でですね、そのね、ご自身の気持ちということで、天皇皇后両陛下が私の気持ちを尊重して静かにね、見守ってくださることに深く感謝申し上げております。こういったような発言をね、文書にしたためて、出されておりましたよね。まあこれをね出された時もね、結構国民の中ではなんだっていうことがあったんですよね。結局国民が反対しているがゆえに、なんとどうしてもですね反対が多いゆえにですね、なんとかそのね意見をね要は覆したいために話をこうやって天皇皇后両陛下にすり替えたんじゃないかみたいなこともね当時言われておりました。まあという、まあお気持ちはねそれは恵美子さんじゃなきゃわからないんですけども、そういったようなことでこの文書は何だっていうこともありましたよね。で、そういったようなそのね恵美子さんが出したその文書に基づいて2021年、おととしの会見においてはですね、陛下は、まあ、この時もねこういった表現で、ご両親とよく話し合い、永宮殿下が言ったように多くの人が納得し喜んでくれる状況にあることを願っておりますというようなことで、天皇陛下がですねお誕生日の会見において内親王自分の娘ではないんですよね。もしこれがね愛子様であったら、だったらわかるんですよね。まあ愛子様はこんなようなね、物議を醸すような結婚になるとは絶対思えないですけども、あくまでも自分の娘ではなくて、内親王、宮家の内親王殿下の、その結婚に関してですね、天皇陛下がお誕生日の会見で言及する。これは極めて異例でした。そんなこと今までなかったですよね。というようなこと。極めて異例かつですね、その、陛下がこの事態、国民が反対しているというこの事態を非常に重く見られていたゆえに、よく話し合いなさいっていうようなことをね、あえて言われたんじゃないかっていうようなことだったですよね。これが2021年。で、まあ皆さんもですね、記憶に非常に新しいんじゃないかなっていうふうに思いますが、昨年、2022年のご会見ではもう結婚されちゃってというようなことを受けてですね、多くの方に心配をおかけすることになったことを心苦しく思っていますというですね、心苦しく思っています。で、特にですね、国民の多くの方に心配をおかけしてすみません的なね、そういった発言を陛下が自らお誕生日の会見の中で言ったわけですよね。言及されたわけですよね。これに関してもね、すごく大きな波紋が広がりましたよね。っていうのは、さっき言ったようにですね、なぜ天皇陛下がご自身のご会見の中でですね、そういったような、まあ、あえて言うけど、このわがまま娘のためにね、そういったようなことで、逆に国民に対してね、なんか謝るようなね、心苦しく思いますというような表現をしたということに関して、これはなんだっていうことでね、なんでそんなようなことをね、天皇陛下に言わせるんだっていうね、いうようなことで、やっぱりこれに関してはですね、こういうようなことを発言するのは天皇陛下じゃなくて、当然ですね、永宮家、殿下だとか、もしくは慶妃殿下だとか、そういった永宮家の方から出てくるのが筋であってね、なぜこれをですね、天皇陛下に言わしめたっていうようなことで、やっぱりね、このバッシングというかですね、批判の矛先が永宮家に向かったっていうようなこともありましたよね。それが昨年のご会見でありましたということですね。これは大きな、確かに波紋が広がりましたよね。私も、もう1年前の話ですけども、よく覚えております。で、じゃあね、そういったような一昨年の会見に続いて、今年は果たしてね、どんなことをこのKK夫妻に関して言われるのかなということが非常に注目をね、そのご会見の前から、お誕生日をお迎えになる前から言われておりました。で、いろいろやっぱりね、これも、他のね、いろんなメディア等で言われておりましたけども、このご会見をね、迎えるにあたって、いろいろね、陛下もお考えがあったというようなことも言われておりましたよね。という中で、今回に関しては何もこのKK夫妻に関しては言及はありませんでしたということで、まあ、私はこれで当たり前だっていう気がするんですけどね、あくまでも元内親王殿下のね、この結婚に関してね、その天皇陛下は何かをおっしゃるというお立場でもありませんし、ね、その天皇陛下からがそういうようなことをね、言われる必要は全然ないとね、いうふうに思いますよね。というようなことで、まあ、こういったようなですね、今年の会見、何も言及がありませんでしたっていうことに関してですね、まあね、2人の記者の方が、それぞれですね、自分の想像というか思いを言われております。で、もう一人のね、記者の方は、おそらく、まあね、これからもう結婚しちゃったんだから、なおかつニューヨークでも生活し始めてね、もう1年以上でしょっていうことも考えると、まあ、静かに見守りたいと。いうお気持ちが強いんじゃないのかっていうようなことを言われているのが一人の記者の方。ただね、もう一人の他の記者の方はね、こういうことを言われてるんですね。で、どういうことかっていうと、KKM 息子はもしかしたらね、もう日本に戻る気ないんじゃないの？要はね、私もたまにビザのことに関しては言わさせてもらってますけど、おそらくね、この2人に関しては、もうね、グリーンカード、要はね、永住権取っちゃってるんじゃないのっていうことが想像できるというようなことを考えると、あえて日本に帰ってくる必要も、まあ確かにないんですよね。ずっとアメリカにいられるっていうような、そういったポジションを得ているのであれば、日本にわざわざね、帰ってくる必要もない。日本に帰ってくればまたね、大騒ぎになるわけですからね。一昨年の9月の、あれでしたっけ ?9 月の27日だったですかね。KK 息子が帰ってきてね、バーン、まあ、空港から何から大騒ぎだったよね。信号操作までしたみたいなね、とんでもない話になっちゃうわけですね。ということを考えると、もしかしたら KK 息子、KK 夫妻、まあ、M子さんはね、やっぱりね、なんだかんだでなんかね、あるとね、必ず帰ってくれることもあるんでしょうけども、KK 息子に関してはもう二度とね、日本の地は踏むことはないんじゃないか、みたいなこともね、あるかな、というようなことを考えるとですね、要は KK 息子が皇室とね、ある程度距離感をとっているんじゃないの、そういったことを始めたんじゃないの、っていうようなことをね、まあ、この、ね、もう一人の記者の方は言われていてですね、まあそういったようなことを陛下もですね、お感じになっている、すなわちそれによって何もね、言及されることはなかったんじゃないかっていうようなことを、もう一人の記者の方は言われてるんですけど、KK 息子はね、皇室と距離感を、取りつつある。これはね、どうかなっていう気がするんですけどね。だっていざとなればですね、いくらでもそのね、皇室特権使いたいというような人でしょ。ということを考えるとね、まあある程度、ちょっと今はね、あんまりね、近づかない方がいいかな、みたいなことを考えてるかもしれないけど、それによってですね、ちょっと距離感を取りつつあるというのはどうかなっていう気がしますけどね。まあそんなようなことを、もう一人の記者の方が言われてるっていう話です。で、まあね、記事の中身としてはね、一応ね、こういったようなことなんで、まあそういったような、まあ諸事情があって、天皇陛下に関しては今回のお誕生日の記者会見に関しては、この2人に関することは言われなかったっていうようなことじゃないかっていう話ですけどね。じゃあそれを受けてね、まあここからは私の勝手な思いですけども、要はね、今回のこの記事なんかをやっぱりね、しみじみと読まさせてもらうとですね、ある意味ですね、まあ、今回ね、天皇陛下はこの言及されないってことは当たり前だと思うんですけど、もしかしたらそういったようなことも受けてですね、例えば、永宮家の方々がですね、このM子さんの結婚問題というかですね、そういったことも全てこの棚上げにしてですね、もうそれこそ知らないようじゃないけどね、そんなようなことで二度とですね、皇室の方々、もしくは経営庁がこの結婚のことに関して、何にも話さなくなる。これはね、ちょっと筋が違うよねっていう感じですよね。なぜならばさっき言ったようにですね、天皇陛下にそういったようなね、心苦しく思っていますなんていう言葉をね、言わしめちゃったわけですよ。それに対する責任をどう思ってるんですかっていうことは、やっぱりね、永宮家に大きな責任が残ってるわけですよね。それに関してね、今回例えばね、天皇陛下がお言葉を発しませんでしたっていうことを受けてね、じゃあ永宮家もこれからこの KK 夫妻に関する話は何もしないっていうようなことは全然筋違いで、何も説明責任が経営庁も含めてね、話されていないという状況で、それは全く全然違う話だからね。とにかく今現在の彼ら、彼女らのですね、実際の生活、お金どこから出てくるのとかね、どこまでね、国民の税金を使ってるのかっていうようなことに関しては、絶対説明責任ありますからね。それに関しては、もしね、こういったのは今回の天皇陛下のですね、何も言われなかったっていうことを受けて、じゃあ私たちも何も言わなくてもいいのなんていうことをね、もし思っているようであれば、それは全くの筋違いっていう話ですね。これだけは強く言っときたいなっていう思いですね。で、まあね、そういったようなことで、例えばね、ちょっと一番下に書いておきましたけど、要はね、このね、まあ、あえて言うけど、忌まわしき結婚じゃありませんけども、この結婚がね、伴ったような皇室の伝統をね、傷つけちゃった。これ、傷をかけてビッとつけちゃったわけだよね。そういったようなこの結婚問題。ね、ここにも書いておきました。今言ったようにですね、このまま放置されていいんですか？そんなことあるわけねえだろって話ですよね。さっきも言いましたように、KN庁もしかり、ANM家もしかりです。責任問題、説明責任問題がいくらでも残っておりますっていう話ですよね。だから今回のこの天皇陛下のね、お誕生日会見は全然違う話なわけです。それに対してね、全く別のこの説明責任ってのは一個も果たされてないわけですから、これに関しては、放置されるわけにはいかないわけですよ。というようなことですよね。というようなことは強く言っておきたいなっていう感じです。はい。ということでね、ちょっとね、本日朝方なんですけれども、デイリー新潮がこういったような記事を出しておりました。ということで、最後にちょっとね、私もちょっと強調させてもらいましたけど、本当にね、このね、忌まわしき結婚問題に関してはですね、説明が一つもされていないんですよ。で、一昨年のね、10月26日の結婚会見でしょ。ね、読み上げただけの結婚会見で、国民に対して後ろ足で砂をかけて出ていっちゃったわけだから、で後ろ足で砂をかけて出てって、自分たちがね、自分たちのお金だけでね生活してるんならいいんですよ。まだそれなら許されるんだけど、そうじゃないでしょっていうことですよ。それに対する責任というかですね、説明責任が一つも、はっきり言います、一つもです。本当一つもされていない、この現状ということですよね。はい、というようなことで、また皆さんからのご意見をお待ちしております。ということで、これからね、ちょっとほとんどね、パッキングも終わりましたので、今からね、こう1時間2時間ぐらいしたらですね、空港に向けて、ちょっと行きたいなっていう感じです。ということで、もうこの半袖シャツでのですね、配信も、まあ空港でね、なんかね、動画を撮るとしたら、まあそれが最後の一本になるかな。その後はね、日本からの配信になると思いますので、また日本でお会いしましょうっていう感じですね。はい、今回もありがとうございました。それではね、皆さんバイバイ。